はい、今日は12月の14日火曜日です。本日の新聞コラムの音読を行います。本日の三経名の表題は次のように決めました。ケンタッキー州の竜巻。では音読します。米中西部カンザス州の大平原にある小さな家で、少女ドロシーはおじいさん、おばあさんと暮らしていた。ある日、大竜巻に巻き込まれ、愛犬トトと共に家ごとオズの国まで飛ばされてしまう。おなじみ、オズの魔法使いの冒頭のシーンである。米国の竜巻括弧トネードを経験した人はそれほど大げさな描写とは言えないと言っていた。冒頭、出た。実際、カンザス州でかつて起きた竜巻で、男性が約1.6キロ離れたところまで吹き飛ばされたことがある。残念ながら発見されてすぐ息を引き取った。竜巻の不思議、森田正光、森さやか著。カンザス州より東に位置するケンタッキー州など6州で先週末、数十もの竜巻が発生した。死者は少なくとも330人を超えている。竜巻の大きさを示す指標は、半世紀ほど前に気象学者の藤田さんによって編み出された。現在は改良型の藤田スケール EF0 から5が使われている。その最大の EF5 と判定されそうだ。米国史上最多となる695人の死者を出したのが、1925年3月にミズーリ州など3州にまたがった竜巻である。352キロという移動距離は世界最長記録だった。今回の竜巻はそれを超える範囲で猛威を振るっている。2011年4月にも南部アラバマ州などで300個を超える竜巻により甚大な被害が出た。少子記者が現地を訪れると、電柱や鉄骨が飴細工のように折れ曲がっていた。被災地では盗難が横行し、警察官が通行を制限していた。恥ずべきことだ。憤りの声を上げる住民は、1ヶ月前の東日本大震災で人々が助け合う様子をテレビで見たという。瓦礫の中で多くの人が寒さに震えている。復旧支援は順調に進んでいるのか。バイデン政権は新たな試練に直面している。令和3年12月14日水曜日、三経名の音読を終わります。竜巻、日本でも時々発生しますけど、すごい自然の猛威です。これ竜巻トーネードというのかな、トルネードというはずだけど、トルネード間違いかもしれないですね。早い復旧を希望します。次は尖閣情勢を見てみます。はい、海上保安庁のホームページを覗いてみたいと思います。12月12日、日
曜日までの記録が載っております。はい、本日もありがとうございました。